スワーミーダーヤーナンダスワラージは一般的に自治、または自己支配を意味し、同志スワーミーダーヤーナンダヤートに、マハトマガンディによって内政自治と同義語として使われたが、通常はガンジーが提唱した外国の支配からのインド独立の概念を指す言葉である。スワラージは、階層的な政府による統治ではなく、個人やコミュニティの構築による自治を重視し、 政治的文献化を焦点としている。これはイギリスが採用していた政治的、社会的システムへの反発であり、ガンディーのスワラージの概念は、英国の政治、経済、官僚、法律、軍事、及び教育機関をインドが破棄することを提唱するものであった。エッサティアムルティ、チッタランジャン、ダス、モーティーラールネルーは、インドの議会制民主主義の基礎を築いた。 対照的なスワラジストのグループの一部であった。スワラージの概念をインドで完全に実現するというガンジーの目的の達成には至らなかったのの、彼がそのために設立した自主的活動組織は、以降インド各地で展開された人々の運動、自主的組織、及びいくつかの非政府組織の先駆けとなった。ジャヤプラカシュナライアンが主導した。 地方政府や中央政府の抑圧に反対する学生運動やインド全土の土地改革法の要求を先取りし最終的にインドが土地保有や社会組織のザミーンダール制度を廃止するきっかけとなったブーダン運動もスワラージの思想に触発されたものであるアーリやサマージの創設者でありヒンドゥー教の改革者としても知られるスワーミーダー・ヤーナンダはスワラージを 自己統治、または民主主義と定義した。スワミは、神は人間を自由に創造し、どんな仕事でも選択できるようにしたという前提に立ち、イギリスによる植民地支配の正当性を問うたのである。スワミにとって、スワラージこそが、インド独立運動の基礎であった。スワラージは、国家のない社会を、当然のこととする。ガンディは、国家が人々に与える。 全体的な影響は有害であると唱え、国家を最終的には人類に最大の害を及ぼすものとして、魂のない機械と呼んだ。国家の目的は人々に奉仕する道具たることであるが、国家を人々に奉仕する適切な手段に形作るという名目で、国家が市民の権利を放棄し、それ自体に壮大な保護者の役割を主張し、彼らに卑劣な黙認を要求することを、 ガンディは恐れたのである。これでは市民が国家から阻害され、同時に国家に霊属させられるという逆説的な状況を生み出し、ガンディにとってそれは堕落を招く危険なものである。南アフリカやインドで議会や指導者らと関わりはかえってガンディに英国型議会制民主主義に対する疑念を与えた。スワラージという言葉は自治を意味するが、ガンジーはそれを 個人レベルでは、スワラージは、冷静な自己評価、絶え間ない自己浄化、そして成長する、自己責任の能力と密接に関係していると、生活のすべての領域を包含する、統合的な革命という内容にした。政治的には、スワラージは自治であり、全世ではない。それは、外国政府であろうと、自国政府であろうと、 政府の管理から独立するための継続的な努力を意味する。言い換えれば、それは純粋な道徳的権威に基づく人々の主権である。経済的には、スワラージは苦難の中にある何百万人もの人々が完全な経済的自由を獲得することを意味する。そして、その本当の意味で、スワラージはすべての拘束からの自由以上のものであり、それは自治 自制であり、下脱あるいは救済と同等の意味を持ち得る。スワラージを採用するということは、国家機構がほとんど存在せず、実験が直接人々の手に渡るようなシステムを導入することを意味する。ガンジーは、権力は人々の中にあり、彼らはいつでもそれを使うことができると述べた。この哲学は個人に内在するものであり、自身の主人であること、 さらにそれを自らが依拠するコミュニティのレベルまで広げていくことをそれぞれが分かる必要がある。ガンジーは次のように述べている。このような状態では誰もが自分の支配者である。彼は隣人の邪魔にならないように自分を支配している。そしてその基本理念をこうまとめた。自分自身を支配することを学んだ時、それがスワラージであるガンディーは1946年に 次のようにビジョンを語っている。自立は、底辺から始まる、すべての村が自立し、自分のことは、自分で、管理できるような社会を築かなければならない。外部からの攻撃に対して、自分たちを守るため、滅びへの訓練を受け、準備をしなければならない。これは、隣国や世界からの依存や進んだ援助を排除する、ものではない。それは自由で、自発的な相互の力の発揮である。 無数の村で構成された、この構造は、どんどん広がっていきながらも、決して上に伸びない縁となる。成長は、頂点を底辺で支えるピラミッドになるのではなく、個人を中心とした、大海原の縁になるであろう。従って、一番外側の円周は、内側の円周を押しつぶすような力を発揮するのでは、なく、内側にある全てのものに力を与え、そこから、 自らの力を引き出すことになる。ガンジーはインドでそのようなユートピア的なビジョンを実行するという課題におくすることはなかった。彼は十分な個人とコミュニティを変革することによって社会全体が変わると信じていた。彼は次のように述べている。これはすべてユートピア的であり一向の価値もないという反論を受けるかもしれないが完全に実現されたことはないが インドは真の姿で生きるようにしよう。欲するものを手に入れるためには、私たちはそれを適切に把握する必要がある。ガンジーの暗殺後、ビノババーベは、スワラージという目標を達成することを最終目的として、全国レベルでサルバセーバサングを、地域レベルでサルボリア・マンダルを結成し、総合的な農村での奉仕活動を行った。インドの社会経済的。 政治的な革命のための二つの主要な非暴力運動、すなわちビノババーベが主導したブーダン運動とジャヤプラカーシュナライアンが主導した全体革命運動は実際にはスワラージの思想のもとに形成されたのである。ガンジーは階級も国籍もない直接民主主義体制を望んでいたが彼のスワラージのモデルはインド政府によってほとんど放棄された。さらに 現代のインドは、英語の普及、古文道、工業化、自由民主主義、軍事組織、官僚主義など、英国の影響力の多くの側面が維持されている。アームアドミトーは、ガンジーが提唱したスワラージの概念をもって、今日の統治システムを変えることにより人々に力を与えることを目指し、2012年後半に、アルビンド・ケジリワルとかつての腐敗防止運動の活動家によって、 設立された。ありがとうございます。